亀梨和也、後輩から慕われる気遣い目黒蓮、美少年。YouTube でのコラボへの期待も、亀梨和也の YouTube チャンネル登場を待ち望まれる目黒蓮。その後輩については、身長が高い、めちゃくちゃ踊っている、亀梨のソロコンサートにもバックについていた、目がつく、将来、亀梨を養っていくと約束している人、というヒントが出されており、ファンの間では、スノーマンの目黒蓮しか考えられない、と話題になっていたところだ。目黒も、かねてより、亀梨からもらったお下がりの T シャツを仕事の前日に着て寝ると調子がいい、というジンクスまで語る亀梨を強く慕う後輩の一人。その話を2019年7月に出演した、ダウンタウンデラックス、日本テレビ系、で、披露していいですか?と尋ねたところ、もっとかっこいいものにしろよ、と亀梨がわざわざ目黒の現場まで足を運び、その場で自身がつけていたネックレスを外してプレゼントしてくれたというエピソードも語られている。